エドマンドライター、エドモントライターは、オーストリアの昆虫学者、収集家、昆虫賞である。現在のチェコ共和国のミュクリッツの森林管理官の息子に生まれた。高等教育を受けずに、農業関係の仕事の傍ら、昆虫の収集を行い、はじめ町を収集し、後にカブトムシの収集に移った。1867年に当時、有名なカブトムシの研究家、 ルードヴィッヒ・ミラー、ロミニクラと最終旅行を行った。当時、昆虫の収集を趣味とする人々が増え、昆虫や標本の流通が商売として成立するようになっていたので、1879年にライッターはウィンに研究所を設立し、最終旅行を行い、コーカサスやアメリカ、シベリア、モンゴルに代理人を置いて、昆虫のコレクションを作り上げた。 旧北区のカブトムシの専門家であり、雑誌、ウィーン昆虫学新聞を編集した。ドイツ一般、応用昆虫学会やシレジア昆虫学協会など、各国の昆虫学会の名誉会員に選ばれた。ライターの収集した3万以上のカブトムシの標本は、ブダペストの自然史博物館に保存されている。ありがとうございます。